オンが1ラウンドでノックアウト？だって情けないわね。闘魂が足んないのよ、闘魂が。相手の耳元でそっと囁くか。なるほど。あのさ、パンチはこうやって腰で。で、二人のあだ名とか相性とか考えたんだけど、うまく思いつかなくて。相性とかあだ名なんてその人の特徴とか言えばいいのよ。ありがとう、コツが分かったよ、ブス。サクラ、ぶっ飛びすぎだってばよ。え、何がです？ブラック、ブラック。サクラちゃん、なんで俺まで。へえ、絵なんか描くんだ。こんなところで描いてるから風景画だと思ってたら。そんな絵大したことねえってばよ。そうですね、君のおちんちんと同じですよ。なっ、あー、ごめんさい、大丈夫？わざとじゃないのよ。ちょっと気をしっかり。お宝写真袋とちか、すっげー気になる。くすんはどうにか見えねえかな。白眼って俺に使えるわけねえか。ああ、俺も疲れたな。ちょっと座っちゃおっかなって。うっとうしい。そっち空いてるでしょ。はいはい、あんまり騒がないでね。お、これは思った以上にきついかも。何すんだよ。僕は良かれと思って。よくねえってばよ。そうだ、サイ、あなたもこれ食べた方がいいわ。何ですか？泥団子だ。栄養満点、滋養強壮、それに速攻性も考慮して厳選した材料だけを丁寧に練り上げてぎゅっと凝縮したものだから、とっても効くわよ。ひょっとしたら怪我の回復が早まるだけじゃなくて、あんたのその青っ白い顔だって健康的になっちゃうかもね。その兵糧丸ものすごくまずい。え、そんなことないでしょ。食べやすいようにちゃんといろいろと工夫して。何よ、食べればいいんでしょ。やっぱり。おい、サイ。いや、これ君のために書いたんだ。もらってくれないかな。じゃあまあ、くれるって言うなら遠慮なくもらっとくぜ。ドア、なんだ。おい、サイの野郎、やってくれるじゃねえか。ナルト、喜んでくれたかな。いつも任務の打ち上げには必ず出てたのね。珍しいわね。忠告聞いてない。よし、鹿丸の分も食べるぞ。ってチャージ食べる前にサイ君に私たちの自己紹介しないとさ。そうだね。僕は秋道一族の秋道長次。よろしく。サイだっけ。よろしく。特徴、特徴。あ、まさかで、サイ、長次の前じゃデブっていうのは絶対禁錮だ。分かったな。ちょっといいの、さっきから何色目使ってんのよ。気持ち悪い。気持ち悪いって何よ。あ、しかしてあんた、サイ君を独り占めするつもり？くぬっていくでく。誰がデコデコだ、この豚。おあいにく様、私はサイなんか。待てよ、なんか嫉妬。はぁ、
オの時はそうなんのよ。シャー、やめるってよ。汗を拭いてあげようと。やめろよ、気持ち悪い。なあ、サイ。ん？カイミョウってなんだ？まあ、ニックネームみたいなものかな。はい。おしまい。さくらちゃん、俺たち重症なんだってばよ。何言ってんの？そんな患者が焼肉食べに行く？今のは懲罰の代わりよ。痛かったらさっさとベッドで寝なさい。お待たせ。おお、みんなやってるな。まずいよナルト、僕たちまだ退院許可は。いいからいいから。おい、勝手に人数を増やすな。祝ってもらうなら多い方がいいじゃんな。はい、天敵か。みんな、俺たちの会期祝いだ。たっぷり食ってってくれってばよ。それにしてもお前の師匠ってばどこ行っちまったんだ。わかりません。二方様はなぜか師匠と呼ぶととても不機嫌になって。サイ、何なんだよこの量は。ん？もう昼はいいんだよ。そんな些細なことなんか何の問題。ん？サイ？めまいが。薬が体に効き始める前にこの匂いと味で体調が悪くなりそうだな。なかったんだがね。私に任せて。そういえばカカシさんにいただいた本によると、女性は愛する男性のためなら無限大に強くなる。うるさい。その時のカカシ先生の教えを俺は絶対忘れねえ。はあ。お前教わんなかったのか。暗部では任務を遂行するためなら時に仲間も見捨てろと。お前暗い精神送ってんだな。僕は肉体労働派じゃないんだけどね。こんなにチャクラを使わされるなんて。はい、兵糧が。後でもらうよ。何言ってんの。そんなこと言って何かあったらどうするつもり。私の特製兵糧丸なんだから元気になってよね。あれすっげーまずいんだよな。ああ、カカシ先生の教えを守る者はみんなカカシ班だ。やっぱり女心。こういう時に駆けつければ感謝されると本に書いてあったんだよ。喜んで損したってばよ。本落ちたわよ。急にニヤニヤしてなんか気持ち悪いな。不潔です。ん？な、何？カカシ先生にこんな思考があったなんて。はあ。時として同じドキドキを体験すると恋愛は生まれると書いてあります。しかし男同士とは。
Thank you.